皆さんこんにちは、中井岳です。ということで今日は全方位シダー企画、前回、ピン契約にもかかわらず、エピックフラッシュ VS、ピン400、G410 プラスという、ことをやらせていただいたんですけども、何ですか今回は。あるんですね、ものね。はい、よいしょ。なるほどね、今回はタイガー・ウッズマスターズ優勝おめでとう、感動したということで、テーラーメイドの T7TW、 要はタイガー・ウッズモデルですね。これ、マスターズ優勝記念で、発売されたものです。で、ちなみにもう買えないの？買えないよね。買えないんだ。買えないのにやる、すごい。ということで、このタイガー・ウッズモデルと、そしてですね、まあ、私が今使っております、ピンの、初のマッスルバック、ブループリントと言われるモデルがございまして、これも、まだ私今この、動画を撮ってる段階では発売されていないモデルなんですが、今年の、夏に発売されます。このブループリントを使っての、打ち比べということをしろという命令が、上から降りてきたわけでございますけども、これもあれですよね、テーラーメイドさん許可もらってるんですよね。でピンさんも許可もらってるんですよね。はい、やりますよ。はい、じゃあしっかりやらせていただきます。お願いします。はい、まあ僕自身あのクラブの、ことは好きで、まあ勉強もいっぱいしました。なので、タイガーのアイアンに関してもまあ多少ないとも知識は持ち合わせております。で、もともとタイガー・ウッズは昔ジュニアの時代は実はピンの i2 というアイアンを使って、プレーをしていました。で、そこがプロ入り前後のあたりでミズノの、USA モデル、MP29、MP14 この2モデルのミックスセットを使っていました。で、その後タイトリストでタイトリストのアイアンタイガーモデルをしばらく使った後ナイキに移籍をし、ナイキの、タイガーアイアン、そして、今のこのテーラーメイドのこのタイガーのアイアンになっていくという流れがあります。シャフトはもうこれダイナミックゴールドの X100 で、実際にあのタイガーのアイアンの有名な話としては、これもそうなんですけども、実はタングステンのウェイトが中に内蔵されています。というのは実はタイガー・ウッズのアイアンというのは、まあ、タイガーもそうなんですけども、実際にスイートスポットよりも彼は少し遠側での打点があります。ですのでその打点に合わせて少しタングステンを遠側に入れて、完成モーメントをこのマッスルバックの割には上げて優しくしているというふうには、まあ、考えられるわけです。非常にバランスの取れたもう完成品に近いものかなというふうに思います。でね、ただよく名機名機って言うじゃないですか。何をもって名機なのかと考えた時に、まあ彼の場合っていうのは別に彼のアイアンが名機ということよりは、むしろまあ彼が使い続けているこの形自体が彼にとって一番フィットしているというふうに考えるべきところではあるので、まあこのアイアンが皆さんにとってプラスになるアイアンかどうかというとちょっと違うかもしれません。ではちょっと打ってみたいと思います。まずはもう普通にピン方向、まあ、実際ここ170の地点におりますが、ピン方向に向かって打ってみたいと思います。まずはもうライ通りに行きます。はい、いややっぱりソールの弾き、バンスの弾き、素晴らしいです。で打感も非常にいいです。でこの打感っていうのは結局皆さん勘違いしていただきたくないのは、まあ、もちろんマスバックっていう形状が打感を良くしてるっていうのはあるんですけども、軟鉄フォージドだから打感がいいというふうには誰も思わないでください。これが材質がステンレスであってもこの形を作ってる以上はフィーリングが特に変わるわけではありません。軟鉄のいい点というのは来角ロフト角の調整が安易にできる
というところにあります。ですから多少曲げたところでそのネックのねじれとかフェースのねじれっていうのが生まれないというのがフォージドアイアン、その軟鉄鍛造アイアンのいいところではありますけども、そのフィーリング打感自体がその材質と直結しているわけではなくて、この構造と直結しているわけです。だからそういった意味でも、まあ、もう実際にタイガーの、使っていたアイアン、特に水野時代の MP14 は僕自身も大学時代使っていました。ですので、その顔の流れがやはり彼のアイアンの好みに色濃く残っているなという感じもします。では、少しフェード気味の球を打ってみたいと思います。はい、打ちやすいですね。実際今、トータルで172ヤード、バカ飛びするクラブじゃありません。特にアイアンに関しては地面を打つ、芝の上を打つから打つという意味では、まあ、基本構造が変わってないあたり、やはりこの打ち手がずっとクラブに関しては、まあ、これだけのものしか要求してないと、あとは自分でやりますよというところですから、やりたいことを邪魔しないでくださいという意味においては、まあこんなに扱いやすいアイアンはないなと思います。ですので、マッスルバックが難しいということではなく、やはりタイガーにとってはこのマッスルバック形状のものが一番優しい、コントロールしやすいと感じている、だからこそのこのクラブだと思います。で、実際今度はちょっと前下がりではあるんですが、ちょっとドローめに打ってみたいと思います。はい、いやもうどうですか、さっきから音いいですよね。もうこの打ってる感じる打感と音、これがもう完全に一致しています。やっぱりこれこそ、やっぱりこうフィードバックが得やすいというか、自分が何をしているのか、もしくはどういうミスをしているのか、もしくはどういうショットを打ちたいのかということに対してしっかりと反応してくれるクラブということ、バランスの取れたいいクラブですね。決して、コレクターズアイテムにするにはもったいないクラブです。ですので、これを手に入れた皆さんはぜひコースで、タイガーウッズをイメージしながら使ってみるととても楽しいのではないでしょうか。はい、それでは次に、私が使っております、ピンの初のマッスルバックアイアン、ブループリントと言われるモデルです。で、実際これは今までピンというのは、要はステンレスヘッドっていうものをメインに作ってきました。まあ、ステンレスヘッドを作ることによって、まあ、商品の均一性を上げるというところがメインで、やはりその皆さんに質の高いもの、そして平均したものを届けるという意味でも、やはりステンレスが一番品質を揃えることができるんじゃないかというのが、まあ、ピンの一貫した考え方ではあったんですけども、今回に関しては、フォージドヘッドを作ってきました。ですのでピンに、代表されるようなこのネックのところにある、来角ロフト角調整のくぼみが今回のモデルこれにはありません。ですので本来の普通のネックです。で、今先ほどホーゼル長も測ったんですけども、ホーゼルのこの長さに関してもタイガーウッズのアイアンとほとんど同じですので、このホーゼルの長さが長くなれば長くなるほど実は重心高が上がっていきます。ですので多少長くして、本来のピンのクラブというのは低重心というところにあるんですが、これに関しては若干高重心にクラブを作ってボールを、まあ、言い方を言えばふかしやすくしています。そのあたりもプロのコントロール、プロのニーズに応えたアイアンということで、アマチュアのニーズに応えてきたピンが初めてプロユースの要求を満たすアイアンを作ったなというところで、この、まあ、デザインにしてもそうですし、ヘッドは実はタイガーウッズのそのレプリカアイアンよりも少しまだ小さいんです。ですのでパッとこれを見た方は、上から見た時に絶対これピンのアイアンだというのは絶対分かりません。それぐらい僕も最初構えた瞬間ちょっと笑ってしまったんですけども、とはいえ僕自身ももともと小さいアイアンが好きでして、そういった意味ではずっとピンの S シリーズで、まあ、実際 S55
というモデルが S シリーズは最後になって、その後はアイブレードという後継に変わったんですけども、そのアイブロでブレードでさえもちょっと僕の中では少しヘッドが大きかったんですね。なのでやっぱり S55 の方がイメージとしては良かったんですけども、今回の、このブループリント、S55 よりもうっすら小さくなってます。そういったあたりも、まあ、自分の好みというか、やはり小さいヘッドっていうのはそれだけ、まあ、集中しやすいというか、芯が小さいということは言い方を変えると、それだけボールにの芯にしっかり当てた時のエネルギーの伝達が高いんですね。というのは何かというと、手のひらをこのように指で刺すのか、それとも針で刺すのかというふうに考えた時、針の方が絶対痛いですよね。っていうのはそれだけ針の方がエネルギーが伝わりやすいという言い方でももうできるわけです。ということは、芯に当てられるプロからすればヘッドが小さくて芯が小さいというのはむしろプラスになるわけですね。なのでそういったあたりも含めて、今回このピンも満を持してマッスルバッグを作ってきました。これ特徴的なのは、これ頭側見ていただくと分かるように、ここにウェイトがあります。まあ、タングステンウェイトです。なのでタイガーウッズのアイアンと同じように、タイガーウッズはこのあたりにバックフェースのこのあたりにタングステンが入ってるんですけども、ピンに関しては頭側にこのようにビスをつけて、まあ、ウェイトを頭側に分散させているということで、完成モーメントを上げているという意味でも、まあ、ヘッドはこれだけちっちゃいんですけども、実は意外と優しいアイアンに仕上がっているというふうになります。で、まあ、シャフトに関しても、好みもあります。でタイガーウッズは DG、 いわゆるダイナミックゴールドトゥルテンパーのものなんですけども、私が使っているのはこの NS プロの、システム3プラスという、まあ、これに一番近いのは、システム3の、まあ、125ツアー125システム3というシャフトにほぼ近いです。なんですが、少しそれよりは硬く作られているクラブで、私は全体的にシャフトが固めのものが好きですので、そういった形で NS さんからこのシステム3プラス固めのものをご提供いただいているというところです。ではまず何もイメージせずに普通に打ってみたいと思います。今何もイメージしないで打ちました。でタイガーのレプリカアイアンよりも少しボールが上がりやすいです。やっぱり打ってるフィーリングも若干タイガーのアイアンの方がもしかしたら重心高が高いかもしれません。ピンのアイアンの方が少し低い分だけ打ち出し角はピンのアイアンの方が上がりやすく作られているように感じます。まあ、もちろんシャフトの違いもありますし、実はグリップに関しても僕はエリートグリップさんのこういったコードが入ってないエラストマー系の、要はゴムじゃないグリップを使ってるんですけども、そのグリップが感じるトルクも含めてやっぱり違うので、そのあたりも若干ダウンスイングのフィーリングとか、そのシャフトのねじれのフィーリングみたいなものも変わっています。ですからマッスルバッグというのは、それだけクラブヘッドの形状はそんなにキャビティバッグのようなその特殊なウェイトをつけたりとかそういったことがないので、その分シャフトとグリップの性能もしっかり出てくるというところはあるかと思います。では次にフェードを打ってみたいと思います。でほぼピンに飛んでいって、これって多分もしかすると、実はこのアイアンというのはまあ、ピンの、プロスタッフでもある、南アフリカの、ウスターハイゼンと、あとやはりババプソン、このアメリカの2人の選手のフィードバックって非常に大きいと思うんですね。でこれ実はすごく重要で、ウスターハイゼンはドローヒッターです。でもうババアツソンは分かりやすいぐらいのフェードヒッターなんです。ですので、そのどっちの選手も満足させられるヘッドを作らなきゃいけないというのが、多分ピンのその開発スタッフの使命でもあったと思うので、そのあたり今打ってて、フェードの打ちやすさっていうのはすごく感じましたね。まあ、実際自分がコースで打っててもすごくそのあたりは打ちやすく感じます。では、ドローを今度はイメージして打ってみたいと思います。
ちょっと打ってる位置が少し前下がりの分そんなにむちゃくちゃドローはかからなかったですけども、まあしっかり抜けて、軽いドローで飛んできました。どっちにも打ち分けやすいです。もうザ・マッスルバックっていう感じです。いや、これがなんていうんですかね、実は優しいんです、本当に。やっぱりプロがなんでマッスルバックを優しく感じるかというと、ボールを上げる、捕まえる、逃がす、そういったものはなるべく自分でしたいんですね。だから自分でしたいので、捕まりやすい、上がりやすいは正直いらないんです。なのでその機能を全部削いだのがマッスルバックと思っていただきたい。あと一つはやはり200ヤード前後のシビアなピン、それを打たされるわけですね。まあ、4番や5番や6番やあたりでそういったシビアなピンを打っていくにあたって、実はボールが吹かなきゃいけないんです。要はボールがうわっと吹いてふわっと落ちてくる、そういった弾道を打たなければいけないってなった時に、重心が高いところにあって、その重心の下でボールにスピンをかけて吹かして落とすという技術が今のツアープレイヤーには多く要求されるロングアイの技術でもあります。そうなった時に重心の低いキャビティバックだと球が強くなりすぎてしまう。ですからスピンもあんまりかかりすぎない、強くなりすぎてしまって飛ぶんだけども止まらないということが起こってしまう。ボールも最近スピンレスのボールがどんどん増えてきている。そういった意味でもやはりボールを200ヤード向こうで止める、ふわっと落として止める、そのためにはやはりマッスルバックというのは非常に有益なクラブになるんではないかと思います。はい、テーラーメイド、タイガーウッズレプリカの P7TW、 そして、ピンのマッスルバックブループリント、この2機種を、試打してきました。で、なかなかマッスルバックの試打っていうのは皆さんご覧になってない方の方が多いと思います。やはりその現在においては結構キャビティバックの低重心でヘッドが大きくてっていうものの方が優しく感じる、許容性が高いというふうにお感じになるかもしれません。ですが、まあボールを操るという楽しさもゴルフの醍醐味の一つです。そういったものを味わってみたいとおっしゃる方はマッスルバックというものの選択肢をぜひ取り入れていただけたらなというふうに思います。本当にいろんなメーカーから優秀なマッスルバックまだまだいっぱいあります。ぜひトライしていただいて、とにかくその道具が人を育てるという意味では、あまり最初からマッスルバックに手を出してしまうとボールが上がらない、捕まらないというところになってしまいますので、難しく感じてそれによってスイングを壊してしまうことがあります。ですから最初のうちはぜひあまり難しくない優しいクラブから入っていただいて、である程度ボールが上げられる、捕まえられるという技術が追いついてきた時にいざマッスルバック、これが皆さんのゴルフの幅を広げることは間違いありません。ぜひお試しください。ナミッキーだよ。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またね。